ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手、30、が現地時間26日、ヤンキースとのワールドシリーズ第2戦に、1番、指名打者、で先発出場。7回裏に盗塁を試みた際に左腕を負傷し、苦悶の表情を浮かべながらベンチへ下がった。ヤンキース先発は今季16勝を挙げたサワン・ロドン。 初回の第一打席はカウント1-0から内角のフォーシームを高く打ち上げて中飛。三回裏の第二打席はカウント1-2から外角ボールゾーンへ逃げるスライダーに手を出し空振り三振を喫した。三点リードの四回裏西山塁での第三打席は二番手ミニューでカズンズと対戦。外角低めへのシンカーに初玉打ちを試みるも平凡な二ゴロに倒れた。7回裏 1> 一1走者なしでの第4打席は4番手右腕ホームズから四球を選んで出塁2子となった後3番手オスカー・ヘルナンデスへの初球で2塁への投塁に失敗すると滑り込んだまま2塁ベース付近で悶絶スライディングの際に地面についた左腕を痛めたと見られトレーナーに左腕を抑えられたままベンチ裏へ下がった